回はいつも僕の動画に協力していただいてくれている15年ぶりにラジコン復帰して現在ミニッツにがっつりハマっている中志さんですね。こちらの車をちょっと試し走行させていただけるということになりましたので、ちょっと車の方をお借りしたいと思います。中志さんよろしくお願いします。僕 4PM 使ったことないんですけども、スイッチってどこにあるんですかね。はい、ここですね。ここですね。押すんですか。はい、僕あんまり押すスイッチとかってあんまりよくわかんなくてすみません。はい、だ押せばいいんですね。はい。はい、直しですか。はい。はい、すみません。ありがとうございます。じゃあちょっと走ってみたいと思いますので、ここからじゃあ中志さんの方にカメラをお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。ズームしないんで、ここぐらいで感じで。はい。で今回こちらの方ですけれども、ロングタイヤが40になっているということで、ちょっと僕40のロングタイヤほとんど使ったことがないので、なんか聞いた話すると、なんか曲がらないってことなので、ちょっとやってみたいと思います。はい、お願いします。なるほど。なんか曲がらないですね。なんかこう曲がり込みが足りない感じですよね。最初はいいんですけど、よく動くんですけど。そう、後半に曲がり込みがね、はい、が結構曲がらないっていうことなのかな、みたいな感じで。特に僕、ブレーキを使わない人なので、待ってる感じはちょっとありますね。現在今、抜いてたのはまた多いですね。今の車がしたかね、こう目の前に車をちゃんとスッと避けたのが、ちょっと深刻なので。そう、浅間さん、うまいです。畑君、もうちょっとこっちに花を持たせてくれてもいいんじゃないかな。今、なんか実験するって話してます。はい、了解です。そういう感じでですね、誰かが転んだ時には、まあ、転がるというのが着手のルールですので、はい、というわけで、とりあえず、レイト走行したら、カフェ走行を行っております。さあ、ここまで来てまいりました。こちらですね、中志さんの方に車をお借りして、このフロントタイヤを、ローハイトスリック40を使ったということなんですが、僕の、今までのそのミニッツのウエタンコースでのこう刷り込まれてきた常識としては、フロントに40、まあ硬いタイヤですよね、まあ20、30、40で使うと、30より40の方が硬くて引っかかって曲がって転ぶっていうイメージがあったんですが、逆にやっぱり硬くてグリップがないみたいな感じだったので、正直曲がらなかったです。で、まあ、なんていうんですかね、まあ、曲がり込みはなかったので、ひょっとしたら大きいカーブの方がいいのかは、確かに中志さんが言われている通り、タイムが失速しない分、タイム速いかもしれないので、その走り方次第では、ワンチャンあるのかなというのはちょっと思いました。まあ、なかなかですね、最近、フロントに40を使う人がいなかったので、ちょっといい経験になりました。中志さん、ありがとうございました。ありがとうございます。浅間さん、うまいですね。はい、こんなもん。ちゃっかりバトルしてたじゃないですか。まあ、ちょっと久しぶりのナローツーリングですかね。LINE の方はちょっとめちゃくちゃだったんですけども、まあ、なんとかまた、まあ、コロナも終わってから、まあ、ちょっと練習して、もうちょっとちゃんと走れるように頑張りたいと思います。ね、まあ、今回はですね、中志さんの車をお借りして、ちょっと、久々にナローツーリングの方を走らさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。